あかーん、あんです。ただいま土曜日の日付が変わって日曜日になったところの12時半です。今日は夕方の18時に起きたんですよ。朝の6時に起きる予定だったんですけど、爆睡してて8時ぐらいにママに起こされたらしくて、それでその時若干起きてたらしいんですけど、全く記憶にないです。そう、最近本当にそういうのが多くて、最近に限らずなんですけど、何度も起こしたじゃんって言われるんですけど、全く起こされた記憶がなくて、アラームも気づかないし、お母さんに怒られても気づかないし、ワンチャン、そう、病院行ったら例えば強めの睡眠薬もらって一気に寝てバッて起きてみたいな、そういうのをさせられるかもしれないけど、起きる薬ってなさそうだよね。そう、一回私夜眠れなくなった時に睡眠薬試したことあるんですけど、逆に寝起き悪くなった、睡眠薬使ったら。だから合わないんだよね、薬。どうしようもないね、マフィ。はい、ということで今日は夜ご飯しか食べてないんですよ。前日も夜ご飯巨峰しか食べなくて、だから本当に多分まともな食事もなんだろうもう夜ご飯食べてから6時間経ってるんで、ちょっとね、甘いものが食べたいんですよ。なんだけど、なんかなんもないの。いつもだったら板チョコアイスかアーモンドチョコか常備してあるんですけど、なんもないんですよ今日、なんか知らないけど。なので今日はクッキーを作りたいと思います。そう、さっきねその辺見てたら、こちら The Bears Go Looking at His Head イエーイっていうのがありまして、今日これを使いたいと思います。可愛くない？熊の学校のクッキー抜き型。だからジャッキーとデイビッドを20匹ずつ生成していきたいです。ではやります。レッツゴー！チャンネル登録してね。あ、ここに作り方書いてありました。この型のやつ。準備しました。結局40枚分、20枚20枚ぐらい用意しました。これさ、ホットケーキミックスの袋とかってさ、開けるとき怖いよね。いつもなんか飛ばしちゃうんだよね、ポンって。さっきもう水飲んでたらなんかちゃっちゃってちょっと下がフローリングだったから良かったんだけど、下絨毯とかだったら終わってたよね、マジで。やったことはあるけど、何なんだろうね、廊下やめてほしい。まあいっか。バターをボウルに移し、砂糖、ホットケーキミックス、牛乳の順に入れよく練りますって書いてあるんですけど、まあ多分大丈夫だと思います。ちょっとね、ここに砂糖を混ぜたいと思います。まあ、まずね、材料をここに用意してから料理を始めるっていう時点で、まあ成長はしてるっていう。これを入れます。バターの匂いって本当に好き。混ぜます。合ってるよね。 OKOK。これさ、本当はホットケーキミックスちょっとずつ入れるやつ大丈夫だよね。ココア味を作るときはホットケーキミックスと混ぜて一緒に入れてね。大丈夫だよね。混ぜていきます。皆さん、クッキーはココア味と普通どっちが好きですか？私はクッキー自体をあまり食べません。クッキーよりもチョコの方が好きだから、なんかあえてクッキー食べないみたいな。なんだけど、チョコチップクッキーね、最近よく買ってくるんですよ、ママとりょうくんが。それは私めちゃめちゃ食べます。クッキー自体はあまり食べません。なんかね、中に入ってるチョコのホロホロしてる、なんかチョコなのかクッキーなのかわかんないぐらいの絶妙なやつが美味しくて。何なんだろうね、あれ。何だんだんだんあ、そういえば、そう、新入りを紹介しますね。ちょ、みんな気になったと思うんですけど、熊の学校のジャッキーです。ジャッキー、ジャッキー、どうぞ。ジャッキー。で、その熊の学校のグッズが7月ぐらいにゲームセンターのアミューズメントとかで登場したらしくて、なんか初登場だったんだって。おめでとう。ありがとう。で、10月11月、あ、ちょっとやばい、起こしちゃう。10月11月12月にも展開されるらしいので、また気になる方はゲーセンに駆け込めということです。え、なんかさ、あ、清楚じゃん、すごい清楚系じゃん。ゲームセンターってもっとさ、なんかチャラい系のぬいぐるみのイメージあるんだけど、清楚系のぬいぐるみがゲームセンターでゲットできるのはすごいいいと思います。ちょっとなんかボソボソしてる感じするので、手で混ぜます。ちょっと嫌だな、手で混ぜるの。なぜ手で混ぜるのが嫌なのかの理由を喋りたいと思います。まず一つ目、あ、待って、牛乳入れてないよ、大丈夫？いいか、
え、ちょっと待って、あのバターをボウルに移し、砂糖、ホットケーキミックス、牛乳の順に入れ、よく練りますって書いてあるので、砂糖、矢印、ホットケーキミックス、矢印、牛乳って書いてあるんだけど、これさ、この後に牛乳入れて混ざる？私さ、これさ、矢印書いてあるから一回一回練るんだと思ってたんだけど、違うの？で、牛乳入れます。あ、やば砂漠のオアシスみたいな見て、え、どうして、もう一回、え、これ手で混ぜる？爪切ったからちょうどいい。なんか私、深爪のレベルが低いっていうか、普通さ、白いところを切るみたいな感じじゃん。で、多分学校でその爪を指導される人は、あの白いところがないように切りなさいみたいな先生もいると思うのね。まあその白いやつがいらない部分の爪みたいな感じで認識されてると思うの、世間では。私は知らんけど、なんだけど、ずっとね、なんか幼稚園の頃からずっとママに爪を切ってもらってたんですよ。なんですけど、私なんかずっとママが爪切ると痛いなと思ってて、やっと中学生ぐらいになって気づいたのが、私は白いとこ切っちゃったらダメだっていう。なんか白いところをさ、極限になんか 0.1 ミリぐらい残して切るじゃん、みんな。なんだけど私、あれやるとめっちゃ痛くて深爪なんですよ。大変、よくわかんないけど、あ、めっちゃボソボソじゃなくなった。学校の校則で爪をね、ちゃんと切んなきゃいけないっていう校則がある人はちょっとかわいそうだなって思いました、一言も。はい、ね、ココア味を半分作るので分けます。はい、そしたら片方にココアを混ぜていきます。何グラム？あ、ちょっとうるさい。何グラム？ココア適量やめて、本当に。適量って何？マジで適量は一番嫌い、世の中で。誰、適量って言葉作ったやつはい、では適量ね、ココア入れます。ココア飲みたくなってきた。ココア、冬に飲むココア美味しいよね。覚えてるよ、あの夜小さじ1杯ぐらいかな、知らん。適量学ぶ会会長ってことで、小さじ1入れます。混ぜます。これね、これ漏らしたら終わりだから、こうちゃんと練り込むんですよ、これは。あ、やばい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 。多分寝てる間だと思うんですけど、記憶がない間にここにめっちゃ大きいあざできて、なんか1週間ぐらいもうあんの。なのにもうまだ緑なのね。もっとやばくったんだけど、最近ちょっと緑に落ち着いた。落ち着いてはないけど、イエベとブルベ混ぜたらグリベみたいな。なんかグリベっていうのが本当にあるらしくて、ブルベとイエベの真ん中みたいな。私多分そのグリベです。ブルベ寄りのグリベ寄りのブグベです。なんで皆さん、ブルベイエベ戦争はやめてください。ブルベ冬がさ、めっちゃ羨ましがられてるけど、ブルベ冬の友達なんか似合う色がね、なかなかないみたいな感じで困ってたし、普通になんか、なんだろうね、ブルベって自己紹介で言うのはちょっとよくわかんないけど、ブルベって言ってる人にそんなにそのなんか攻撃しなくてもいいと思います。日本人7割ブルベ夏だから、希少性で言ったらイエベだからなんか白いの浮いてるけど、広げれたので型抜きしてここに乗せます。型抜きってさ、センスが問われるよね。どれだけ余白を余らせずにできるかっていう。おー、 あ、できたできたできた。多分裏がギザギザしてるけど、一応表はできました。これで、お、あ、いい感じいい感じ。お、あ、これ綺麗、これ綺麗。ちょっと伸びたけど。最近流行ってる曲って何ですか？なんか歌ってみた動画をね、そろそろ出したいなって思ったんだけど、流行ってる曲は分かんなくて、だからちょっと頑張って調べて3曲出したの。なんだけど分かんなくて、何が流行ってるんですかね今は。クライベイビーとか、なんかなんかの主題歌、あのパーチの主題歌、マイキーの主題歌。クライベイビー、ベイビーチャンネルだよ。クライベイビーって叩かれる。胸ぐらを掴まれてた。あのね、ヒゲダンさんは高すぎて歌いません。なんかさ、高いのにさ、地声っていうかミックスボイス、私ミックスボイスまだ習得してなくて、なんだろう、ミックスボイスってどうやって出すの？ミックスボイスが出したいです、私は今。一番ミックスボイスが出せればちょっと変わると思う、人生が。
なんかその高めのキーの曲を力強く歌えないのが悩み。はい、できました。もう1時間経った。お、綺麗。あれ、厚すぎかな、これ。薄くしてるよ。え、薄すぎるな、これ。はい、ラスト。なんかさ、球体とか、あとなんか巻いたやつとか作ったんだけど、できるかな。まあそれも楽しみということで、180度の余熱なしのオーブンで15分。あ、意外と短い。1時間ぐらい焼くと思ってた。では焼きます。あ、クマの学校のクマの子たちって乗ってる。ディッケー、ウリー、アントン、アルバート、マックス、トフィー、ハリー、ベルナルド、ペーター、ヘルマン、ロイ、ジャッキー。クマの学校のクマの子たちは1、2、3、4、全部で12。はい、今焼いてて、面倒くさいので2段で一気に焼いてます。三角巾にエプロンつけて、お尻を並べて、お部屋をキュッキュだって。これかわいい、お尻、お尻です。私がちっちゃい時にママに読んでもらった絵本が、動物が可愛く描かれてるものばっかりで、だからクマの学校も読んでたんですけど、読んでたっていうか読んでもらってたんですけど、懐かしいね。もう家になくて、いとこにあげちゃったりしたんですけど、懐かしい。可愛いね、君。あと7分54秒だって。ダバーン。痛くない。お腹が空きました。もう作り始めてから1時間半経っています。わあ、綺麗。こんなに綺麗にできると思わなかった。はあ、イエーイ。これかな、一番綺麗なの。絶対白い方が綺麗にできると思ったんだけど、茶色い方が綺麗。そうそう、これさ、ヨックモック風に巻いたんだけど、めっちゃなんか汚くなりました。かまぼこクッキー、思ったよりできました。見て、こっちとか特に、ほら、クマじゃん。やばー。なんか混ぜる順番間違えてもなんとかなりました。成功です。うん、丸いの美味しい。簡単なので皆さんも作ってみてください。もう2時過ぎたんで、そろそろ寝ようかなと思います。では、おやすみ。ぜひよろしくお願いします。この他の動画も見てね。